はい、それでは、猫用システムトイレ型、ペットケアモニターについて説明させていただきます。これはですね、システムトイレで、1回の排尿が完了するまでの間に、こちらにあります通り体重と尿量、尿回数、滞在時間、それからトイレが置かれている周辺の温度を測定します。構造は、こうなっておりまして、体重のスケールとそれから尿のスケールが2つ一体になっています。システムトイレですので、この中に猫砂を入れて、こちらのシートで尿をトラップすることになります。はい、こちらで計測したデータは、Bluetooth もしくは、無線 LAN を経由してクラウドに上がり、クラウドの中の、アルゴリズムが解析をした結果、飼い主さんのお持ちになっている、スマートフォンにデータをお送りする仕組みになっています。このシステムトイレ、型の、ペットケアモニターの最大の価値は、今までいつどの猫がどれくらいおしっこをしたかが分からなかったことですが、それが、これを使うことによって、明らかになります。特に多頭飼いの方には、朗報な商品になっておりまして、1匹以上、3頭、2頭、3頭の場合ですと、もう本当にどの子が、いつどこでおしっこしたのかわからなかったことが、このペットケアモニターを使うと、全てが明らかになります。で、多頭飼いの場合には個体識別という行為が必要ですので、こちらのバッジを首輪につけていただく必要がありますけれども、1台について3頭までペアリングが可能になります。で、できるだけですね、正確な尿量を測るために、私たちが用意したのは、こちらの、専用のチップであります。このチップは、マーケットの中にあるチップの中で最も、尿を吸収しないタイプの、素材を使っています。これを使うことによって、おしっこが、こちらのシートにできるだけ多く、吸収されるような仕組みになっています。で、同時に、こちらの方のシートは、健常な猫であれば、ほぼ3日間の尿量を吸収できるような、吸収体が、入っております。健康リテラシーの高い方々は、これを3日間に1回、交換するわけではなく、ほぼ1日1回、交換する仕組みになっています。で、最後になりますけども、こちらの本体とそれから、バッジが今年の、グッドデザイン賞をいただきました。以上です。